どうも、石川です。はい、これより、登録販売者、学問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州、沖縄ブロックの2020年度、問い101から110までの学問について解説していきます。学問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。それでは、早速始めていきましょう。ここからですね、第4章の内容に入ってきました。第4章はですね、苦手とされている方も多くいらっしゃると思います。今回もですね、ちょっと癖があるなという問題も入っております。特にですね、皆さんが間違えたところ、人によって間違えるポイントは違いますので、ぜひぜひ自分はどこが間違いやすいのかなというところをですね、過去問を通してしっかりと確認していただきたいと思います。特に確認するときにはテキストや参考書などに線を引っ張って、そして問題を解いてまた線を引っ張る。そうすると線がたくさん引かれたところが皆さんのすごく苦手なところになりますので、ぜひぜひそういったところをですね、意識していただきながら問題を解いていただくと、自分が苦手なところ何度もまた間違えたかということはありますから、皆さんそんな感じで問題をね、解けるようにしていただきたいなと思っております。ということで頑張っていきましょう。ということで、101番です。医薬品医療機器等法の相続に関する以下の記述の、以下の記述のうち誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているものはこちら1番が誤っております。はい、こちらですね、この法律はということでいろいろ書いてありまして、特に一番最後、再生医療等製品は対象ではないよとあるんですけど、再生医療等製品も対象となっておりますので誤りとなります。基本的にですね、薬機法というのは医薬品、それから医療機器、それから医薬部外品、化粧品、それから再生医療等製品などの、内容についていろいろですね、こう取り決めとかをしているんですけど、で、この再生医療等製品、まあ、これ最近出てきたようなものになりまして、例えば皆さんよくご存知な iPS 細胞だったりとか、あとは ES 細胞とかっていうのもあるんですけど、そういったものがですね、この再生医療等製品というものに含まれてきまして、なのでまあ割と最近出てきましたので、法整備とかがですね、こう最近いろいろやられるような形になりまして、なのでこの薬機法の中に含まれております。ということで、この再生医療等製品も含んでるんだなというところですね、もう一度確認しておきましょう。ということで、こちら問い101番、1番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い102番です。医薬品及び医療機器に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、まず今回はですね、医薬品、医療機器のことについて聞かれております。で、そして答えはですね、4番が正解となります。まず、あなんですけど、すべての医薬品及び医療機器は、人または動物の直接使用されるものです。あるよとあるんですけど、すべてというわけではないですよね。確かに直接使用されるものあるんですけど、ただ直接使用されないものもありますから、なので、あは誤りとなります。それから次、いです。人または動物の疾病の、診断、治療または予防に使用されることが目的とされるものは、すべて医薬品ですよとあるんですけど、こちらですね。すべて医薬品、例えばですね、機械器具等でないものとかっていうことも書いてありましたよね。なので機械器具等とかっていうのは、こう診断とか治療とか予防とかにも使用されるので、それも医薬品ってなるともう話がややこしくなっちゃうから、なので、機械器具等などはないものということで、機械器具等は除くよというようなことを言っておりますので、なので全て医薬品ですよというところが誤りとなります。ということで、あと E が誤りなんで、うとえが正解で、4番が正解という形になりました。では次行きましょう。103番です。要指導医薬品及び一般用医薬品に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。で、あうとえが正解なんですけど、いなんですが、ここは違いますよね。ここ何かというと、一般用医薬品には、医師などの診療に、よらなければ、一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果が認められているものがあるよ。さらっと読むと、うん、そうかもしれないってなるんですけど、いや、これ本当に。でも、これ、要は、癌とか心臓病とか、に対する効能効果が認められてるかどうかって言ったら、認められておりませんから、なので、そういったものあるかもしれないじゃなくて、ないので、そういったところを気をつけていただきたいので、いわ誤りになります。はい、ということで答えは3番が正解という形になりました。はい、では次行きましょう。104番です。医薬品の容器または外箱とへの記載に関する以下の記述について、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは4番が誤っております。
1,2,3 のところは正解になるんですけど、まあ、確かにこのあたりよく試験にも出てきますので、特に注意しておいていただきたいと思います。特に例えば1番の製造販売業者などの氏名または名称及び住所、それから、重要容量個数とかそういったところも聞かれてきます。あとは製造販売業者を製造業者、製造販売業者を製造業者って引いてくることもあるので、十分に気をつけてほしいです。そしてあとは2番とか3番とかもですね、このあたりも、うん、そうだなと、ここもよく引っ掛けてきます。それから、まあ、引っ掛けてくるというか、よくここをですね、聞かれてきますから、ちゃんと押さえておいておきましょう。そして4番。ここはですね、出題頻度はこういうものは割と低いです。でも、出てくるんですよ。だから、うわと、ね、あ、なんだろうこれみたいな感じになっちゃったんですけど、ちょっと読んでいきますね。医薬品の表示については、製造販売業者の責任であるため、そうですよね。作った人の責任ですよね、と。そして、医薬品販売業者が表示の不適切な、医薬品を販売しても罰せられることはないよとあるんですけど、で確かに、ね製品表示に関しては製造販売業者責任があるように見えますよね。まあ確かにそうなんですよ。でも、医薬品販売業者、例えば薬局とかドラッグストア、店舗販売業とかそういったところですね。でこの医薬品販売業者に関しては、罰せられることはないよとあるんですけど、これ法定表示がですね、適切に、なされていなければ、医薬品の、この販売業者もですね、罰せられますから。なので、十分な注意をする必要がありますよ、というようなことがですね、手引きにも書いてありますから、なので、そのあたりですね、もう一度この、外箱とか、の記載事項、の、一番最後のあたりのところに書いてありますから、ぜひそのあたりももう一度注意して、見ていただくと、ああ、そうか、ということで気づかれると思いますので、ここ、4番が誤ってる内容となりました。ということで、次行きましょう。問い105番です。化粧品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。まず、あなんですけど、化粧品とは、人の体を清潔にし、美化し、うんぬんかんぬん、いろいろ書いてあります。そして最後のところ、人の体の構造または機能に影響を及ぼすものというところなんですけど、これ違います。何かというと、化粧品は一番最後では、人体に対する作用が緩和なものって書いてあるんですね。人体に対する作用は緩和ではないと、化粧品には該当してこないので、なので、ここ、あは誤りとなります。そして、いは正解、それから、うなんですけど、化粧品を製造販売する場合は必ず厚生労働大臣の承認を受けなければならないよということで製造販売する場合、製造販売業、化粧品の製造販売業の許の、これ承認ではなく許可ですね。許可を取らなくちゃいけないよというところでは、承認なのか、ごめんなさい、許可なのか、承認なのか、それから届け出なのかというところ、ここもよく引っ掛けてくるポイントになりますので、しっかりと、どういうことなのかというところを確認しておいてください。それからあと届け出に関しても30日以内なのか、それともあらかじめなのかというところも引っ掛けてきますから、なので、いやこのあたりややこしいですよ。だから、こういった言葉が出てきたら、ピピピピピンと、わあ、私を引っ掛けようとしてると思っていただくといいかと思いますので、ぜひぜひですね、注意しておいておいてください。ということで、こちら、うは、誤り、承認ではなく許可になりますので、誤りとなります。ということで、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い106番です。薬局及び店舗販売業に関する以下の記述のうち、誤ってるものを一つ選びなさい。ということで、はい、こちら答えは3番が誤ってる内容となります。薬局、3番ですね。薬局としての許可があれば、不特定の購入者に販売する目的で、医薬品をあらかじめ小分けしておくことができるよ。できません。できないです。これ、あらかじめ小分けっていうのはどういうことかというと、例えば、箱、お薬の箱パカッと開けて、1錠だけ販売するということができます。それはただ、お客さんがすいませんということで、1錠だけくださいな、2錠だけくださいなという形で、お客さんの求めに応じてその分だけ販売することができるんですけど、ただ、その中開けてしまうといつまた1錠だけくださいなってくるのが、来るかわからないので、すいません、うちはやってないんですってお断りをすること
はもちろんできます。なので、ほとんどの場合はお断りされてしまうかもしれないんですけど、そういった形で、小分けして販売することができます。箱を開封して小分け販売することができるんですが、ただ、あらかじめ小分けしていくというところなんですけど、これ、あ、なんか最近、なんかね、石川の動画よく見、石川の動画見てるから、おー、そうかーということで、全国の人たちが、2錠だけくださいなーとかっていうのがものすごく来る。最近なんか2錠くださいなって来るな。よし、じゃあ2錠だけ、あらかじめ、こう、小分けしておこうと。あらかじめ袋に入れて、そして添付文書をつけて、あと必要事項を記入してとか、いろいろめんどくさいので、やらなくて、やっとこうとかっていう形でしてしまうと、これはダメなので。なので、これ、あくまでも、店舗販売業だけじゃなくて、薬局とかそういったところもダメですから、なので、これ、薬局だったら OK かなとかっていうわけではなく、ダメになりますので、3番が誤ってる内容となりました。ということで、問106番は3番が誤っております。では次行きましょう。問107番です。用紙同意薬品または一般用薬品の販売時における情報提供に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答え正しいのは2番が正解となります。まず1番なんですけど、店舗販売業者は用紙同意薬品を購入しようとする者が、当該用紙同意薬品を使用するものであるかどうか、薬剤師に確認させなくてもいい。そんなことないです。薬剤師に確認させてあげてください。あなたが使うんですか？それとも家族が使うんですか？他の人が使うんですか？というようなことを確認してあげてください。それから3番、薬局開設者は、第一類薬品を販売した際には、薬局開設者の氏名を、当該第一類薬品を購入した者に伝えなければならないということで、薬局開設者、うちの社長の名前はこうですよ。いらないです。それはいらないです。何かというと、薬局開設者は第一類薬品を販売した際には、薬剤師に、ね、その販売に関与した、あとは授与した、薬剤師の、氏名をこう伝えると、そういったことになりますから、なので、このあたりですね、3番は誤りとなります。それでは4番、第一類薬品の販売時には薬剤師による情報提供や指導について書面を用いて十分行うことにより、情報提供や指導を受けた者が情報提供及び指導を理解したことに関、確認したことを確認することなく販売することができる。いや、これは違いますね。確認することなくじゃなくて確認しましょう。ね、確認する必要がありますから、理解できましたかとか言って、みたいなね、確認が必要になりますから、4番誤ってる内容となります。ということで、107番は、2番が正解となりました。では次行きましょう。問108番です。薬局及び店舗販売業における用紙同意薬品及び一般用医薬品の販売または陳列に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。まず、あなんですけど、用紙同意薬品と第一類薬品は区別せずに陳列、区別してあげてください。ということでそこが違います。いは正解。それから、うなんですけど、指定第二類薬品。そうですね。第二類薬品というのは、これ、それ以外にも指定第二類薬品というものも存在しております。で、その指定第二類薬品は鍵をかけた陳列設備に陳列する場合には、陳列設備から7メートル以内、7メートルの範囲に、医薬品の購入者が侵入することができないような必要な措置が取られている場合を除き、情報提供を行うための設備から 1.2 メートル以内の範囲に陳列しなければならない。なんかもういろいろややこしくすぎて、これちょっともうわかんなくなっちゃいますね。もう一度しっかりと指定第二類薬品見といてくださいって言いたいんですけど、まず指定第二類薬品に関してはですね、こう鍵をかけたところというところであれば、こういろんな制限が外されていきます。ただ、この指定第二類薬品に関してはですね、1.2 メートルの範囲に、お客さんの手の届かないところに置いてくださいね、とか。あとは、情報提供する場所ですね。情報提供を行う設備からですね、7メートル以内のところに陳列しなくちゃいけないよ、というようなことがありましたから、ここのところ、ちょっとややこしいです。文書の書き方がですね。もうなんかみんなをなんかもう惑わせようと、引っ掛けようとしておりますから、なのでもう一度、指定第二類薬品ってどういった販売を、こう陳列をしなくちゃいけないのかなっていうところをしっかりとテキストで確認をしておきましょう。ということで、ここですね、いろんなところを引っ掛けてきております。ので、うが誤りとなります。はい、それから A は正解となりますので、3番が正解となりました。では、次行きましょう。今度は、109番です。
以下のうち、店舗販売業者が医薬品のリスク区分に応じた情報提供または相談対応の、実効性を高めるため、当該店舗の見やすい場所に、掲示しなければならないものとして、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているものは3番が誤っております。はい。ということで、こちら、医薬品医療機器等安全性情報報告制度に関する説明。うん、確かにあった方がいいような気がするんですけど、いや、ただね、これは特に、この、掲示しなければならないかって言ったらそうではありませんので、あった方がいいかもしれないんですけど、別にこれ掲示は別にしなくてもいいので、3番が誤ってる内容となりました。はい。ということで、次行きましょう。問い110番です。販売従事登録に関する以下の記述の制御について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。まず、あは正解、それからいなんですけど、2以上、要は2つ以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとするものは、それぞれの都道府県知事の登録を受ける必要があるよとあるんですけど、2つ以上にまたがって、例えば東京で、働いております。そして、どうしようかな。お隣は、じゃあ神奈川県で、働いておりますっていう、2つでダブルワークしてるみたいな、そんな場合ですね。そういった場合は、どちらか、片方の都道府県で、登録、販売従事登録というのを行えば十分なので、2つやる必要はございませんので、この片方で OK なんだなというところで確認しておきましょう。そして、うは正解。それから、えなんですけど、登録販売者は転居により、住所を変更したときには、30日以内のその旨を、登録時の都道府県知事に届け出なければならないよとあるんですけど、これ違いますね。例えばですね、うのところも30日以内にというところで、これは正解です。ただ、この30日というところ、別の数字60日とか、そういったあとはあらかじめとかってね、届け出とかって引っ掛けてきますから、なのでそういったところですね、気をつけてほしいんですけど、ただ今回は転居により住所を変更した場合、ここが違うんですよ。転居により、住所を変更した場合は特に、届け出は必要はございません。じゃあどんな時って言ったら、これ住所地の変更であって、本籍地都道府県名ですね。本籍地都道府県名に変更を生じた際にはですね、30日以内に届け出が必要になりますから、ここ住所地なのか本籍地なのかというところを、ここは今回は住所というところですね、しっかりと見極めていただきたいと思います。ということで答えは2番が、2番ですね。2番が正解となりました。はい。ということで、ここまでどうだったでしょうか。特にですね、ちょっと、あ、ここ引っ掛けてくるんだというようなところもですね、ちょっと見受けられましたので、皆さん間違えたところですね、必ずもう一度、解いた時にはですね、間違えないようにしといていただきたいなと思います。ということで、はい。なのでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。下の概要欄にありますので、無料ですので、ね、ぜひご利用ください。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。